こんにちは日本商事様です本日も昨日に引き続きですね東京のお酒です、えー、沢ノ井純米イ大辛口ですね、えー、こちらを紹介したいと思います水蔵のたー小沢酒造さんですね青梅の酒蔵さんです、えー、スペックなんですけれども、えー、まず原材料はまあ米と米麹ですね純米酒ですのでまあ 醸造、はい、アルコールはありませんそれから煎餅部合は65%ですアルコール度数が15から16ということですねでちょっとこれ以上の情報が分からなかったので一旦ラベルに記載されている内容だけお伝えしますで飲んだ感想なんですけれどもあのはいあれですねえっとまずフルーティーさは1ミリもないあの日本酒です 純然たる日本酒ですねで何回か前に茨城のですね富士大観というお酒を飲んだんですけれどもちょっと似てるかなと思いましたねあのすごくこううーん何て言うんですかねこう、うん、あんまりこう香りとか私はちょっと感じられなくてまあただこう日本酒のほんのりとした米由来のほんのりとした香りとあとはまあこうアルコール 酒というか、まあ飲み上がりのこうアルコール感がこう要因として残るような感じ水っぽいっていうところですかねうんそうですね水っぽいちょっと今の私のボキャブラリーだとこれ以上ないんですけれどもそうですね水っぽくて主張がない感じですかねただまあファンがめちゃくちゃ多いみたいなのでうん 早くその領域に私も足したいところですけどねのラベルの裏面にはしっかりしている強いドライだが乾いてはいない飲むほどに満足そしてまた飲めるというふうにまあラベルの裏側にまあ書いてある裏のラベルに書いてあるんですけどまあ確かに強いですね結構酒感はあるんですけどそんなにうんやっぱ香りと味がちょっとね薄い気はしますねうん あの甘くてフルーティーですって言ってるのをですねしょっちゅう飲んでるとやっぱりそうなってしまうということなのかもしれないんですけどうんであのいい点というかあのなんかこうディスってるわけではなくて私はでもこれあのすごくいいなと思ったのがあの富士戴冠の時もそうだったんですけどこれだけこう邪魔じゃないですよねだからね日本酒飲みたいけどなんかあくまでその料理の。 引き立て役というか料理と合わせて飲みたいんだっていう場合にこれはもう本当になんとでも合うと思いますよだからまあ食前とか、うん、食前だとちょっと合わないと思うんですけどあの要はその食事が始まってですよね食中酒っていうことでいけばそれがお魚であってもお肉であっても、えー、何でもいいんですけど、はい、漬物であっても、はい、何でも合うと思いますね、うん、であそっかそっかでこれ大事だと思うんですけど あの臭み嫌な,いんですよ、ね、いやな日本酒の嫌な部分っていうのがないのであの昔ながらのみたいなですねこれはだから何だろうなうんビギ私も含めたそのビギナーの人たちは決してうまいとは言わないかもしれないんですけど嫌だっていうことはないと思うのでなんかこう間に挟んでいくとあのビギナーの人たちもこう日本酒の何て言うかこう。 対応できるる幅が広が広というか今いつもこう甘くてフルーティーなねあればっかりじゃまあ確かにつまらないというかね、うんまあ、あのこういう辛口っていうのが大好きっていう人がいっぱいいるっていうのはやっぱりこちらのこういい点っていうのがねいっぱいあるんでしょうから、うん、私もちょっとずつ分かってきたつもりではあるんですけれどもちょっとねまだこのサのいい純米用辛口ですか。 これだと富士大感ちょっとね薄いかなって思いましたけども、まあ、実際は、はい、あのきっといい酒なんだと思います、はい、でそのボディというかその重い軽いっていうことでいくとだからサラサラしててですね軽いっていうことになると思うんですよねアルルコール感がとても強いし 粘性は薄いんですけどなんかボディはしっかりしているっていう表現をされるのかもしれないんですけどあのシンプルな感想としてはあの軽いと思います非常に水っぽくてあの軽いと思いますね大辛口っていう表現も別にその通りだと思いますね、まあ、辛口だなっていうはっきり辛口と分かるレベルですねといったところですねはいといったところで今日もあの最後まで ご覧いただいて本当にありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。また明日よろしくお願いします。